今ね、ちょっと京都の実家の方に帰ってまして、こちらのゴジラ大吟醸を父親と一緒に飲もうかなと思います。箱が牙になってる、すごいでしょ。で、ここのロゴ、ゴジラ対ビオランテやん。ほぼこうゴジラ細胞が瓶に張り付いとるわけなんですよ。すごくない？もう見た目はただの棍棒です。普通のグラスでいい？え？普通のグラスでいい？こんな感じの日本酒、ゴジラ対純米大吟醸。そうそうそう、円谷英二さん。そう、円谷英二。なるほど。福島県出身、円谷英二さんって、ウルトラマンとか。そう、ちゃんと設定がね、あんねん、ゴジラの細胞とお酒を組み合わせたって、ちゃんとこれ書いてあるんだよ。そういうことが。ゴジラ細胞が拡散すると危険ですって。必ず冷暗所で保管し、海鮮後は冷蔵庫に入れてお早めに、しっかりね、映画の設定みたいになってんだよ。そう。もう、ロゴとかもこうね。1000個限定で、結構。1000分の33やん。そうそう、33。33、A 数じゃないの。そう、ゾロ目。それが結構売り切れで、今はもう、あれらしい、買えへんらしい。1000円ぐらいやったらすぐ売れるやろ。1000円じゃないで。1000本。うん。1000本って言うたつもりや。あ、そうそう。はい。はい、はい、ありがとう。はい。はい、はい。はい。はい。はい、じゃあ俺入れるわ。ありがとう。はい、わしも飲む。お母さんもうとんでもないもんだろ。飲んだら、はいはい、ありがとう、はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、はい、乾杯。乾杯、いただきます。うん、あ、甘いかな、うん、甘いな。おお、美味しい。美味しいね。うん、なんかこうフルーティー。いやいや、美味しい、美味しい。これで我々ももしかしたらゴジラみたいになるかもしれへんな。鍋開けるで。いやいや、奥だ。はい、よっしゃー、うまそう、うん、久しぶりですね。3年ぶりぐらいじゃ帰ったん。もう入れるやん、俺入れるやつから行ってへんからな、俺。そうそう、俺が行ってへんからな。あ、そうね、ほんまやな。うん、いただきます。うん、まあ、みんな元気にしてんから。うん、なんか自分の子じゃないみたいに。なんで？いやいやいや、そうじゃない。久しぶりやった、ね。いやいや、そうじゃない人に。いろいろ話聞いてたら。ああ、まあでも。ああ、頑張ってんじゃん、お前。まあ、YouTube とかやって、ありがたいことに。うん。うん、いやいや、すごいよ。うん、すごいっていうか、まあ、気づいたらね、ちょこちょこ、コツコツやってたら、なんかわからんけど、うん、ね、こんなって見てくれるなって、みんなが。ああ、それが大事なんやろな。うん、昔から好きやったからな、うん、ゴジラとかね、お父さんとよく、うん、あの映画行ってたからな。毎回そのままほんまにただただ好きなことをやってたみたいなね。今年もあんのよ、映画。あ、そう。うん、まあ変わらず普通にやってるわ。いやいや、まあ普通にやってるのが、うん、一番ないけど、うん、背伸びしたらいかんし。そうそうそう、うん、ほんまにコツコツ、うん、小さなことは、ほんまにそれや。お母さんに、ね、YouTube とかやってるとか言ってたから、言ったら、ちょっと言ったらすぐ広まるよ。カードのこととかも、さっきの高くなった、高くなったみたいな。カードのことは、うん、俺この間、昨日から落とす聞いただけで。そうそうそう、おばちゃんとか言ってんの？おばちゃん、うん、私知ったら YouTube。おばちゃん見たらへんけど、うん、今日もなんか、行ってきたの、撮影に。淡路島に。うん、どうしての？昨日か。寒かったよ。めっちゃ寒かった。あ、まあでも雪降ってなかったから、今日じゃなくてよかった。健康面は大丈夫だ。あれ、うん、うん、大丈夫。まあまあ、ぼちぼち。今、うん、ぼちぼち。そう、まあ年やからな。うん、うん、体力がやっぱりね、俺も落ちてきるくるから。頑張らなあかん。俺そんな超えてへんや、超えてんの？超えたよ、もうめっちゃ超えたよ。3年前からほんまに10キロ、10キロだった。知らないよ、それ。食べるっていうかね、あんまり動かへんなって。ある程度、ちょっとは太りやすい方が健康的な、いいらしいけどね。そうそう、大変な、それ、道具持って歩くの。そう、めちゃくちゃ多い。もうね、もう大きいこのカメラとバッグを持って。これでも写真撮れんの？これは iPhone やから、まあ、それ簡単に撮れる。でも、もっといいカメラが上に乗って、それで撮ってる。大変やった、でも、撮影も。寒かったやろ？まあまあまあ、みんなに、友達に協力してもらえながら。今年ね、ゴジラはあるから、言ってたよ。ね、11月かな。公開されんの、映画。そう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 。だから、まあ、久しぶりにね、家帰ってね、行くのもありやなって言ってたよ。実家に帰って。メガゴジラが泣いた時に、お母さんがさ、
びっくりして起きた。そう、起きたみたいなね。うるさかったんやの映画。そうそう。それをね、動画で前、昔言ったね。昔、うん。俺の動画で。それ覚えててさ、みんな。その声で、お母さん起きたんでしょって言ってた。もう認識してた、視聴者が。有名やな、私でそう言って顔出そうか、一回。モザイク、モザイク。全部モザイク。これほんまにあれやわ。フルーツみたいな感じは。そうそう。うん、あの、多分めちゃくちゃ飲みやすいやつ。飲みやすいか。うん。そう、23に帰ろうかな、うん、ライブに行って。何時のわんね、ライブって。ライブは夕方やから、そのまま多分帰らんと。荷物持っていかないで、持って。京都駅かなんか預けて、そのまま。うん。チチンプイプイなくなってね。昔やってたの、この時間帯、チチンプイプイ。まだ。チチンプイプイに、その、リトグリがよく出てたやん、昔。出てた。それが、気づいたら、もう終わってたから、そうやねんな。チチンプイプイが終わったっていうのを、最近知ったんやん。お前テレビ見えへん。見えへんよ、今も。なんだろ？ YouTube にさ。そんな感じや。見てる時間がないね。やっぱりネットとか、あとは、あの、なんだっけ。やっぱり、最近だってこれもそうやろ？もう全部リモコンにこう、Hulu とか、このアベマとか書いてあるやろ？そこみんな見てんのよ。あんたら明日の朝どうすんの？なってらるけど。そんな、わからん、ちょっと。なんか欲しくもないのか。うん、大丈夫。こんなもん、うん。ご飯を食べた。食べるわ。いや、そうじゃないし。なんかほんまに欲しいもんは、20万、30万のもんはいかんけど。うん、あんた、あの、マイナンバーカードどうしてんの？今ね、帰省してて、その友達の家に遊びに来てるんですけど、ちょっとね、これもね、まあすごいんですよ。まあただこれね、僕も持ってるんですよ、実はね。こんな感じで。オーライさんの書語字があったりしてね。これすごい好きなんだけど、さらにすごいのがね、あるんですわ。それが、ゾン。これさ、これ、わかります？マグロ食ってるやつ。この ET カード。ニューヨーク。これ開くとね、あ、来ました。これ来たよ。こんな、これはゴジラ1998。エメゴジなんだけど、このカードはね、何なの？ ET カードって何なの？煙鉄の ET じゃない。煙鉄って何？鉄道会社で、うん、鉄道会社遠州鉄道株式会社の1000円券ってこと？そうそう、イコカとか出る前の、あ、スイカとかイコカの前の前のなんか利用券ちゃうかな、はいはいはい、バスとかの方が多いかな。これだってゴジラやもんね。モゲゴジじゃない、これ多分ね。この1000円券で、これちょうどゴジラ1998が流行ってた時だから、1998年とかか。で、これはバーニングゴジラ。でもこのバーニングゴジラと結構珍しいアングルやねんな。こんな顔とか、なかなか、なーにみたいな顔してるよね。でさ、一緒に入ってたこのカード、これさ、バス、電車に乗ってゴジラに会いに行こう。一乗車50円でどこまでもって書いてあるんだけど、これなんでさ、このゴジラが死んだこのシーンをさ、やられたこのシーンを厳選してんやろな。いじめやろ、これ、どう考えても。やられた、ミサイルでね。で、裏返したらこんな感じ。で、ゴジラワールドって何？わからない。どっか。当時あったんかな？ 8 月6日から18日。当時、なんか、デパートでゴジラワールドが開催されてたってことか。そうやったの。なるほどね。